はい、こんにちは、赤井伝と申します。新潟県佐渡島でドキュメンタリー制作しておりますといったところで、今日はちょっとですね、小話というかちょっとしたお話をするだけにしておこうかなと、ちょっとささっとこうちょっと終わらせたいななんてちょっと思っているんですけども、はい。まあでも小話とか言うと、このお話をするちょっとね、方々にちょっと失礼なんですけど、今日ちょっとですね、とあるお食事処に行ってですね、昼食にですね、ランチに行って、ご飯を食べたと。でそこの、お食事処ですね、お食事処は、結構佐渡では結構有名というか、知る人ぞ知るみたいなところで、長らくね、その大将と呼ばれた方がいて、で、結構ご高齢で、でもそこに行くとね、その大将がいて、おおとか、いらっしゃいとか言ってくれるようなところ。で僕、佐渡にこうやって移住する前も、こうやって佐渡に遊びに来てたりして、でそこの、 あの食事どころとかに行って、またおっちゃんおるな、大将おるなみたいなで知ってて、で移住してきて、よくこう行くお食事どころなんで、ちょっとはなんていうんですかね、顔なじみじゃないですけどね、おおみたいな感じにで通わせていただいてたんですけど、その大将がですね、ちょっとこんなね話でちょっとその続きでしてしまって本当にあれなんですけど、去年お亡くなりになってしまったということで、これがねもう本当に衝撃的だったのが、亡くなったのが8月くらいでしたかね。で僕ね、5月くらいにそのお店のちょっとなんていうんですか、取り組んでるような様子をちょっと撮影させていただきたくて、ちょっとだけこうね、開店前だったかな、ちょっと入ってなんか仕込みの様子をほんとちょっとだけですけど撮影させていただいて、その時大将まだそう、板場っていうか、そのね、スペースに立ってたんですよ。こうやって普通に立ってたんですよ。立ってこうやっていつも通りというかやってたんですよ。5月ですよ。で8月ですよ。でガンって言ってたと思うんですよね。明確に言わないことにしましょう。ちょっとね、あれなんで、違ったら大変失礼なんで。って思って、亡くなったんすかみたいな。だって撮影させてもらったじゃんみたいなね。でなんか聞いたら、後々ちょっと聞いたら、最後までそうやってなんていうんですかね、ここでなんていうんですか、取り組みたいみたいな話をしたんだって言ってしてたんだっていうような話を聞いて、うわすごいなと思って、職人ですよね。あー、ちょっとじわっときてしまうな。そうそんなような話があってですね、いや、ほんとすごいなって、ね、すごい人っているんですよね。で、今は大将ちょっと亡くなってしまったので、その息子さんが次期大将みたいな感じなんですかね、ちょっと分かんないですけどね、やってて、いや僕もよく むしろね、正直その今の息子さんの方になってからの方が結構通う頻度は増えて、でこう話しかけてくださったりして、そのね、息子さんって言っちゃダメだな、でね、僕よりだいぶ先輩ですから、 なんて言えばいいんだろう、現大将現大将ですね、が結構話しかけてくださったりで、その奥さんもすごいね、なんていうんですか、注文取るだけじゃなくて、最近どうですかとか、なんかいろいろね話しかけてくださっていてね、本当にね素晴らしいお店なんですけど、そこのね、そのなんか板場みたいなところに、カウンターみたいなところですね。でここに現大将がおって、その他のスタッフがおってみたいな。でなんかその奥の壁のところに写真がこう何個かこうなんか芸能人のサインとかがこう置いてあるんですよ。でそこにその
その前のね親父さんの方の大将の結構元気な感じの写真がずっとこう置いてあったんですよ。ああ大将亡くなったもんなって言って、ああ写真ね、やっぱり大将がまあ人気で大将に会いに来てる人もいたんだろうな、だからこうやって数写真こうやって置いてるんだろうなみたいな風に思ってたんですけど、今日行ったらですね、その写真がねなくなってたんですよ。でなんか別のそれはなんだ、写真だったかな、なんかにこう変わってたんですよ。これはあれですよ、全くお店の方々は何にも意図せずに、まあまあそろそろって思って下げたのかもしれないですけど、なんか僕なんかはちょっとこうね、なんか食べながら俺ないってなった時に、うわなんかこうなんていうんですかね、歴史が動いたじゃないですけど、わあ次の世代になったんだなーってなんかちょっと思ってですね、ちょっとじわっとしてしまったんですよ。でその現大将をちょっとこう見てですね、ね、その現大将が今こうやってそこに立ってるところは、もともとその大将がそのね亡くなった大将がその立ってる位置なんですよ。まあまあそこが一番こうなんていうんですかね、裁くようなところなんですかね、お客さんをちょっと分かんないですけど、そこにこう立っててですね、あーなんかあーまたじわっと来るなーっていう、なんか、ラーメン食べながらですね、ちょっとちょっとなんかいつもより塩辛いんじゃないかみたいな分かんないですけど、なんかちょっとじわっとしたなーっていう、うわーなんかこうやってなんていうんですか、こう変わっていくんだろうなって、こうやってなんていうんですかね、そうやって代がこう受け継がれて次に次にっていって、まあね、なんかあれですよね、忘れ去られるっていうと悪いことのようになんか聞こえるかもしれないですけど、なんかこの場合のその言葉はなんかこうそれこそ人だよなみたいな風になんかちょっと思ってですね、いや繰り返しますけど、これ僕が勝手に思ってるだけですからねあとごめんなさい、結構なかったと思うんだよな、なんか別の場所に置いてある可能性もあるんでなんか位置移動しただけかもしれないんで、ちょっと まるっきりこの話は僕の中のなんか空想話、空想というかなんていうんですかね、勝手に受け取った話みたいになってる可能性もあるんですけど、いや多分なかったと思うんですよそのね、亡くなった大将の写真ですね。なんかねちょっとじわじわっとしたというか、そんなことがあったっていうお話です。はい。でまあね、人に歴史ありとか言いますけどね、はい、すいませんちょっとアクシデントがあってちょっと止めてしまったんですけども、まあまあそういったお話でしたということで、なんかねこのチャンネル、すごいありがたいことに、なんか僕のその佐渡の知り合いもなんかどうやら見てる方が何人かいらっしゃるようで、でねそういう方々はこの話を聞いて、あああの店ねっていうのはもうねすぐに分かると思うんですけども、なんかな本当に僕の単なる思い過ごしというか、ね、それこそ本当に隅の方に実は大将の写真まだあったみたいなことだと、ちょっとね何の話だったんじゃいみたいな風になるんですけども、まあまあまあそんなようなことを思ったよ。これをねなんかなんていうんですか、僕は僕でねそうやって映像の制作をやっているので、こういう感覚とか感性とかをなんか次に生かして頑張っていこうかなという風に思ったという、そんなお話、小話でした。はい、以上となります。それではまた、カイデンでした。